この辺まで来るとよく見えるね。ああ、あれがカナルグランデだ。大きな運河だろう。本当は夕暮れ時の風景が一番いいんだ。今は朝で残念だな。そう？君が気に入ったなら連れてきた甲斐があるよ。ああ、この通りは運河沿いに露店が並んでるんだ。雑貨や民芸品。ついでだし、見ていく？ほら、あそこの店なんかは手作りのアクセサリーだって。へえ、ベネツィアンガラスを使ったネックレスだよ。君はどんなのが好き？あ、それ？淡い色が好きなんだ。確かに君に似合いそうだ。いや、包まなくていいからこのままもらっていいか？代金はこれで。もちろん君に。そんなこと言わずに送らせてよ。僕もこれをつけている君が見たくなったんだ。つけてあげるよ。そのままちょっと動かないで。ああ、ごめん。くすぐったかった。すぐに終わるからちょっとだけ我慢して。ほら、動かない。わざとじゃないって。首筋、そんなに弱いの？だったら。ごめんごめん。耳も弱いんだ。いいこと知ったな。ああ、拗ねないでよ。ほら、それ。いいね。君の肌の色にもすごくよく似合ってる。お気に召したみたいで何より。喜んでもらえれば僕も嬉しいな。クレスだよ。君はどんなのが好き？あ、それ？淡い色が好きなんだ。確かに君に似合いそうだ。いや、包まなくていいからこのままもらっていいか？代金はこれで。我慢して。ほら、動かない。わざとじゃないって。首筋、そんなに弱いの？だったら。ごめんごめん。耳も弱いんだ。もちろん君に。そんなこと言わずに送らせてよ。僕もこれをつけている君が見たくなったんだ。つけてあげるよ。そのままちょっと動かないで。ああ、ごめん。くすぐったかった。すぐに終わるからちょっとだけ。君が気に入ったなら連れてきた甲斐があるよ。ああ、この通りは運河沿いに露店が並んでるんだ。雑貨や民芸品。ついでだし、見ていく？ほら、あそこの店なんかは手作りのアクセサリーだって。へえ、ベネツィアンガラスを使ったネック。この辺まで来るとよく見えるね。ああ、あれがカナルグランデだ。大きな運河だろう。本当は夕暮れ時の風景が一番いいんだ。今は朝で残念だな。そう？